ベティナンセンは、デンマークの女性俳優であり、自身の名を冠したベティナンセン劇場の演出家である。1893年の秋、ビクトリアンサルデの作品、ドラの兄弟役として、コッペンハーゲンの火事の劇場でデビューした。さらに、ヘルマン・ズーダーマンの故郷で、ヒロインのマグダや、アレクサンドル・デュマフィスの椿姫の兄弟役も演じた。1896年の秋、 ベティは活躍の場を王立劇場に移し、王立劇場での初演として、ヘンリック・イップセンの社会の柱で、マーサ役を演じた。1913年から1916年にかけて、ベティは映画俳優としての経歴を作り上げるためにアメリカに渡航した。そこでベティは J、J. ゴードン・エドワーズ監督制作の映画に、複数出演した。あんな華麗にな、ザ・ソング・オブ・ヘイト、 エイマザーテル、エイウーマンズ・リザレクション、ザ・セレブレイテッド・スキャンダルなどがそうした作品の例で、あるが、いずれも、工業的に失敗した。映画俳優としてのキャリアを築くことに失敗したベティは、デンマークのフレデリクスベアにある、アレクサンドラ劇場の管理を引き継ぎ、自身の名を冠したベティ南戦劇場へと劇場名を変更した。1943年、ベティが69歳で、 死去するまでの間、26シーズン分の演劇を管理した。1896年、オランダの大手出版社ギルデンダル社所属の作家、ジャーナリスト、ディレクターのピーター・ナンセンと結婚した。1918年に、ピーターが死去すると、俳優のヘンリック・ベンソンと二度目の結婚をした。1943年3月15日に死去した。69歳だった。 ありがとうございます。